さあ始まりましたビジネスプラッシュセカンドステージ、皆様お元気でしょうか。我々は元気です。とおっしゃるミシェルさん、はい、お仕事帰り飲みに行ったりプライベートの時間楽しめてますか。はい、なんでですか。次の日がね、ちょっと緩めの時はそういうこともありますよね。そうなんですね。まあ今年世間ではね、プレミアムフライデーが導入されたりとか、いろんなことがありますけれども、まあ仕事なるべく効率よくやりたいですよね。本当ですね。自分の時間を確保するためにも、ね、一番大変なんだよね。そうなんです。なので今回まずご紹介する企業様は、IT による働き方改革を進めていらっしゃるこちらの企業様です。2016年に本格始動した働き方改革、社会全体で柔軟な働き方を目指し、個人の意思や能力を尊重するこの新しいワークライフバランスは、今やほとんどの企業において重要な課題の一つに上がっている。そんな大きな変化を迎える時代に、新たな改革を掲げた男がここにいる。住友電工情報システム株式会社代表取締役社長、奈良橋三郎。1998年設立、住友電工情報システム部を母体に、システムの構築や運用サービスを提供する住友電工情報システム株式会社では、徹底された作業効率の向上を目指し、時代が求める新たな働き方改革を展開。その一翼を担うクイックソリューションや楽々ワークフローといったソフトウェアの開発は、世の働き方にも大きな影響を与え続けている。今回は奈良橋三郎をスタジオに招き、詳しく話を聞いた。御社のメインの製品、どういったものがあるんでしょうか。はい、最近では働き方改革とかいうのがよくあると思うんですけども、そのためには業務の効率化っていうのが必須で、当社の製品の中にはその業務の効率化に役立つような製品なんかもあるんです。具体的に申しますと、クイックソリューションっていう製品とか、あと楽々ワークフローっていう製品なんかがそれに当たります。インターネット検索で Google とか Yahoo とかいうのがあるのをご存知だと思うんですけど、あれの社内版っていうことになります。社内には多くのサーバーとか、あるいはデータベースっていうところにいろんな情報が保管されているというふうに思うんですけども、クイックソリューションはそれらの情報を簡単に検索できるというようなソフトウェアでございます。どういうところにメリットがあって特徴があるんですか。はい、一番の特徴はその検索の性能が優れているっていうふうに思ってまして、クイックソリューション1台で 50TB、平均的なサイズのファイルにすると1億2000万ファイルぐらいになるんですけども、それらを対象に欲しい情報を簡単に素早く検索できる、 2,3 秒で検索多分できると思うんですけど、いうようなところが特徴でして、この検索性能につきましては業界でもナンバーワンであるというふうに思ってます。また最近ではですね、流行りの言葉で AI っていうのがあると思うんですけれども、AI、我々はその AI を活用して探し方改革なんていうのも最近提唱させていただいております。探し方改革、はい、働き方改革ならぬということですよね。はい、最新のクイックソリューションの中にはクリックナビっていう機能が実装されてまして、そのクリックナビって何するかというと、普通検索するときはキーワード入れて検索するんですけども、検索対象があればその対象のファイルを AI が分析して、この対象ファイルであればこんなキーワードが検索になるんじゃないですかっていうのを自動的に抽出して提示してくれるような機能なんです。ありがたいですよね。で、利用者としてはここから検索するならこんなキーワードじゃないですかって出てきますんで、そのキーワードなんこれとこれって数回チェックすることによって自分の探したい情報がすぐに見つかる、そういうのが探し方改革と今我々が呼ばせていただいている業務改革になります。
今実際どのような会社でクイックソリューション使われてるんですか。はい、そういう意味ではどこの会社さんにも情報っていうのはありますんで、それこそ会社の大小問わず、あるいは会社の業種問わず、あとその他にも観光庁なんかでも採用はされているようなソフトでございまして、おかげさまで昨年度につきましてはこの種の検索ソフトっていう分野では売上シェアナンバーワンっていうのを頂戴いたしました。僕の頭の中にない話を今伺っているので非常にフレッシュで来たかみたいなね申し訳ない申し訳ない。あ、そうですか。ミシェルさんの頭の中もクイックソリューション、クイックソリューションと何よくわかんないですけど、ワークフローでしたっけ。ラクラクワークフローっていう製品ですけども、うん、会社企業っていうのは何かしようと思うと紙の書類を起こして、自分の上司であるとか部門長であるとかにこうやっていいですかっていうのを承認をもらうような決済業務っていうのがあると思うんですけども、ラクラクワークフローっていうのはその面倒な決済業務をシステム化して、パソコンやスマートフォンで簡単に決済ができるっていうような仕組みなんです。ちょうど決済できるようにスマートフォンを持ってるんで、ちょっとデモというか実際に宮田さんにミシェルさんに、俺こういうのいじれないんだけどいいじゃないですか。ここで宮沢ミシェルも実際にラクラクワークフローを体験させてもらうことに。じゃあ社長教えてください。はい、どういうことなんでしょうか。はい、これ今、はい、ちょうどミシェルさんに決済依頼が届いてるっていう状態を仮の姿で作ってるんですけども、はい、ちょっとここにメールがあるんでトンと押していただけますでしょうか。そうすると、メールの一覧が出てくるんですが、この青い丸がついてるメールを一つポンと押していただけます。どれでもいいですか。はい、青いやつ、青いのが、ね、はい、はい、確認依頼。そうすると決済してくださいっていうのは、これはメールなんです。でこの中にミシェルさんも来てますね。リアルURL がここにあるんで、これをクリックしていただけますか。あ、それで結構です、はい、そうするとこれがラクラクワークフローのログインの画面になってまして、ここでログインっていうボタンを押していただけますか。どうしますね。そうすると決済が溜まってますということで、これをもうちょっともう一回押していただけますでしょうか。取材依頼です。あ、いいです、いいですか。そうするとこれいっぱい出てきてるんですけども、操作から要するにこんだけの件数がミシェルさんのところに溜まってるっていう状態を今再現してます。どれでもいいんで1個押していただけますか。部下に怒られるんだ。どれでも結構です。承認。そうすると決済していただきたい内容がここにずっと載っておりまして、ちょっと内容は省略させていただきますけども、一番下に承認しますかどうしますかっていうのがあるんで、ここで承認っていうところを、承認、否認、ああそうか、差し戻しがあるんだけど、承認をパッと押すと、もう一回、いいです、いいです、承認をパッと押していただいて、そこで登録って押していただきます。これで承認が終わって一つ消えたということになります。早い。どうでした。全然もうね、もう慣れてしまえば、やり方は簡単だわな。他に時間を使えますよね。はい、そうだよね。今触らせていただきました、はい、ラクラクワークフロー、もう劇的に ね本当にびっくり、決済までの時間がクーッと短くなるという、はい、反響いかがですか。我々のユーザーさんのある大手電機メーカーさんの事例なんですけども、はい、その以前紙でやってた時、平均11日ぐらい決済まで期間を要してたのが、平均で6日間になったというような話を聞きました、ほぼ半分、半分ですね。もっと言うと当社でもラクラクワークフロー当然使ってるんですけども、複数人が絡むような決済でも、その日かあるいは翌日にはほとんど決済が完了してるっていうぐらいの感じですね。クイックソリューション、ラクラクワークフロー、本当にまだ一部しかお話伺ってませんけれども、はい、御社の強みって改めてどういうところにあるんですか。はい、そういう意味では当社は会社ができた当時からシステムを作るのを自社開発、いわゆる手作りでシステムを作ることにこだわってきています。そういう意味ではそれらの経験を通じてですね、世の中の最新の情報技術を獲得したり、あるいはプロジェクト管理であるとか品質管理であるとか、そういう技術の向上にずっと努めてまして、その辺がやっぱり当社の強みじゃないかなっていうふうに思ってます。当社のようにですね、ソフトウェア開発をする組織をの成熟度を評価する指標として、国際的指標で CMMI っていう指標があるんです。 MI ですね、っていうのがあるんですけど、当社は2011年からずっと継続してその CMMI のレベル5っていう最高レベルをずっと達成しているんです。
日本の企業でこの CMMI のレベル5を継続して達成している企業って8社しか実はなくて、はい、そういう意味でも世の中からその辺のところを高く評価していただいていると思ってます。今その CMMI で8社に選ばれているというお話がありましたけれども、はい、ある雑誌に IT 企業のランキングが発表されていまして、はいはいはい、御社総合4位、はい、日本の全部の企業で IT をうまく使っている企業はっていうような記事でしてですね、対象になったのは住友電工グループそのものなんですよ。で、住友電工グループは IT を総合で4位、あるいはその中の特に教育に関しては総合で1位の評価をいただいている、はい、教育、はい、だから当社もそれを受けて当然教育制度を作ってますんで、当社の教育制度は今でも世間水準でトップレベルにあるというふうには思っているところなんです。どういう教育方針なんですか？そういう意味ではですね、はい、IT 企業ですんで、はい、いわゆるテクニカルなところの教育っていうのもやりますし、あと私自身の考えとしてはやっぱり人を育てることが重要だと思っているので、どうやって育て、まあ、例えばでいくと自分のキャリア5年後10年後どう考えたらいいのかみたいな教育とかですね、そんなこともやる。そういうのもあるんですか、はい、そして社内でも補助がとてもいろいろなところで工夫されているというふうに伺ってます。どんなことやってらっしゃるんですか？いわゆる福利厚生っていうところですね。福利厚生については結構いろんなこともやってるつもりなんですけど、例えば一つには新入社員の家賃補助手制度みたいなのがあります。当社の場合はですね、大きな企業さんにある社員寮みたいなのがやっぱりありませんので、新入社員で、そういうのが必要になる方に関しては一般のいわゆる賃貸住宅を借りていただくんですけども、その際でもその社員寮と同じ程度の安い金額で住めるように補助を出すというような制度です。ちょっと変わったところでは社内コミュニティ活動の補助制度みたいなのも持ってます。具体的に申しますと、社員が6人以上集まって何か活動をしたら、その活動に対して補助金を支援すると支給するというような制度なんです。それこそフットサル6人でやりました、これも OK ですし、あと山に登りました、あるいはスポーツ以外でバーベキューとかですね、あとゴルフのコンペ、仕事と関係ないのでも補助を出しますよっていう制度です。福利厚生の一環としての、はい、目的的にはですね、社員同士の交流を深めてほしいとか、社内のコミュニケーションを一層活性化したいっていう狙いを持って、そういう制度を運用しています。ここで実際に社員たちが働く現場にも番組がお邪魔させてもらうことに。はい、では、11階のオフィスを紹介したいと思います。どうぞ。このようにですね、壁のないこのような広々とした空間で社員の皆様はのびのびと動作になります。ちょっと打ち合わせ風景をちょっとご覧ください。このようなスペースは皆さんよく使われてますか？はい、よく使います。では続きまして食堂の方をご紹介したいと思います。このようにですね、カウンターがありまして、こちらの方で皆さん料理をとってお食事をされています。今日はどんな料理を食べているのかちょっと紹介してもらいたいんですけども、僕が食べているのはささみのパン粉焼きです。でガーリックの香りがついてて、私たちが食べているのは10月 の季節の限定メニューで、今日はなんか鮭とバターを使ったバターソテーとか豆ご飯ですね。はい、東京事務所をご覧いただきました。人事総務の森でした。スピードが求められる時代に止まることなく改革を続ける奈良橋三郎。そんな男が心に刻んだこととは？ズバリ言うと人と技術っていうことになると思うんですけど、住友っていうのは約400年の歴史がございまして、その中で脈々と引き継がれている事業精神っていうのにもつながる話なんですけども、その中で人と技術を大切にするというのを大事に思ってます。特に当社のような場合、まだまだそのソフトを開発する現場っていうのは人手頼りのところが多々ありますので、人教育を大事にしてやっていきたいというふうに思っています。人を育てるっていうことで
まあ、福利厚生みたいな目に見える部分、それはそれで大事だと思うんですけども、はい、先ほど少しキャリアの話もさせていただきましたけど、まさに人を育てるっていう観点で、いろんな施策を引き続き今後ともやっていきたいなというふうに考えているところなんです。もう本当になんか我々がお願いしたいっていうかね、その日本を最先端でこう引っ張っていってほしいなと、本当に今後とも日本をよろしくお願いします。こちらこそよろしくお願いします。今日はありがとうございました。どうもありがとうございました。